シュンシュン先生ってほんとかっこいいよね。なんか噂によれば最近彼女と別れたらしいよ。え、マジ？チャンスじゃん。私行こうかな。ずるいずるい。でもライバルめっちゃいるよね。よし、私アタックしまくってみるわ。は？わ、私も頑張るし。さあ、授業を始めていくぞ。何ですか？先生もやってるでしょ SNS。 この記事ですよ。この記事、女子高生連続殺人事件。そう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 、物騒な世の中ですよね。確か先生のクラスも女子だけでしたよね。はい、そうです。うちのクラスにも十分気をつけるよう言っておきます。この学校に来て日も浅いのにごめんなさいね。期待してますよ先生。ありがとうございます。よっ先生。ありがとうございます。あ、またいる。またここにいるのか。先生、もう僕この学校嫌です。チくんだっけ。はい。俺に話してくれないか。話したらチクったと思われて。また男同士の約束だ。俺は誰にも言ったりしないよ。いじめられてるんです、3組の女子たちに。3組のうちの生徒だな。だから僕怖くて。俺に任せろ。ヨチ君は俺が守る。さあ、始めましょうか。ほら、なんでそんな悲しい顔してるんだよ。ほら、笑って笑って笑って、笑顔笑顔、笑って。これよー。おい、てめえら、いつも優しく接する先生だと思うなよ。クソガキどもが！おいてめえ、俺のこと狙ってんだよな。好きなんだよな。俺がイケメンなんだよな！言ってみろよ、俺の前で。そんなこと言ってません。おいおいおい、先生のこと嫌いになったのか。こんな優しく聞いてあげるって言ってんのによ。おい、お前も黙って見てんじゃねえよ。私は関係ないってか。俺のこと好きなんだろ。言ってみろよ、言ってみろよ。言えねえならこいつの顔くしゃくしゃにするぞ。好きです。先生はかっこいいです。まあいい年。ごめんな、怖い思いさせて。怖かったよな、許してくれな。怖かったよな。
ごめんな、許してくれよな。よし、じゃあ黒板の前に移動してくれ。先生の代わりに授業しろや。いや、そんなの無理です。無理ですじゃねえ！いつも覚えの悪いお前たちのために安い給料で働いてんだぞこっちは！でも何の授業したらいいか。算数でいいよ。ほら、問題出せよ。じゃあ先生、この問題を。3です。いいか、敵の悪いおめえらに教えてやってんだから感謝しろよ。こんな当たり前なんだよ。先生、どうした春先生何かあったのか。いや、そうじゃなくて。先生、ごめんなさい、うちの生徒が。なんか春先生のことについて何かあったみたいですけど。あ、いや、体育の授業の時に足をくじいてしまいまして、それでうちの子たちが先生に助けを求めに。なるほどですね。だってこの世の終わりぐらいの勢いで走ってきたら、よほど先生のことが好きみたいですね。いや、全くいい生徒たちですよ。先生はもう大丈夫、戻るぞ。いや先生、期待してますよ。
おめえらどうやらもう生かしちゃおけねえな。最後に一つ教えてやるよ。ネットで話題の女子高生連続殺人事件の犯人は俺だ。これでもう連続殺人更新だな。